平野紫仕様とリーハタ氏のコラボによって生まれた矛盾したファンの反応。日本のアイドルグループキングピンス以下、キンプリの元メンバーである平野仕様が、2022年9月25日に自身のインスタグラムに世界的に活躍するダンサーリーハタ氏とのコラボダンス動画を投稿し、ファンたちを大いに沸かせました。リーハタ氏は以前、キンプリの楽曲に振り付けを提供し、 彼らのダンススキルを高めたことで知られています。今回のコラボについては、多くのファンからは熱狂的な歓迎を受けた一方、一部のファンからは矛盾した反応が寄せられています。平野紫耀とリーハタ氏による、ザ・ファースト・オブ・ショウヒケイクルリーハタ、と題された動画は、パフ・ダディ・アンド・ザ・ファミリー・フィート。 ゾウアイドラズ、フレンチモンタナへのプロウェイチエック2015年に合わせて披露されました。この2分弱のパフォーマンスは多くの芸能ライターから2人のダンススキルが遺憾なく発揮された見事なパフォーマンスと称賛されました。リーハタ氏は以前キンプリの楽曲の振り付けを手掛けており、高難易度のダンスでグループのイメージを変えた功績が認められています。 キンプリのファンは、平野紫耀がリーハタ氏とのコラボを実現させたことに大いに興奮しました。動画へのコメント欄には、かっこいい、最高です。鳥肌止まらん、ずっとリピートして見ちゃってる、やばすぎて言葉が見つからない、リーハタをソング、こんな素敵な平野紫耀さんを見せてくれてありがとう、といった絶賛の声が溢れています。 ファンたちは平野と林畑氏が大舞台で共演することを楽しみにしているようです。しかしながら、9月23日、平野が林畑氏とのコラボを予告するように、彼らのおソろコーデに関する写真を自身のインスタグラムに投稿した際、一部のファンからは矛盾した反応が寄せられました。この写真には、二人が、 アトモスピンクリンハタ、ハケイクルーアトモスピンク、ハケイクルーニューエダのキャップにキスの T シャツ、そしておそらくネックレスもお揃いで着用している様子が映っていました。平野は同じ写真をアップしたストーリーズに、服かぶってますしょう、とコメントしていましたが、一部のファンからは、ちょっと複雑、これは素直に喜べない、といった苦言が寄せられたと報告されています。 さらに、ネガティブな声も集まり、わざとソロコーデをアップするのはなんでこの二人の、格好写真の、雰囲気いい気持ちはしないこのツーショットにはいいねをせない写真見るの辛いだいぶ病んでますといった感情が表明されました。反論するファンもいて、一部のファンが、相手の方にも失礼だし、く君にも迷惑かけることになると思う。今後ドラマや映画とかの仕事来たらどすんの などとコメントして議論が続いているとのことです。リーハタ氏に関しては、彼女が金プリの高橋山に対し、私が金プリを変えるから、と発言したことが以前に報道されました。彼女の振り付けによって、金プリはイメージチェンジに成功したものの、一部のファンからは、ズーズーしい、アイドルの金プリを否定された感じ、と批判が出ていたとのことです。 この経緯から、リーハタ氏に対する好感度の低い一部のファンが、おそろこうでのツーショットに対してモヤモヤしてしまった可能性が考えられます。一方で、多くのファンは平野市をとリーハタ氏の共演に大いに喜んでいることも確かです。彼らのコラボによって、新たな魅力が発見され、ファンたちは今後の活動に期待を寄せています。 平野紫耀とリーハタ氏のコラボには多くのファンが興奮し、彼らのダンスパフォーマンスに対する賞賛が相次いでいます。一方で、おそろコーデについては一部のファンからは疑問やネガティブな感情が寄せられ、リーハタ氏に対する一部ファンの好感度低下も浮き彫りになっています。 しかし、彼らのコラボによって新たな可能性が示唆され、ファンたちは二人の今後の活動に期待を寄せています。